はい、マクロクロスケです。今回のねアップデのなんだこれアップデのですね最大の変更点といったらですね、今まで宇宙船のあのアップグレードとかあの処分するところあったじゃないですか。半透明になってやるとこ、あそこでねマルチツールが、アップグレードとか処分できるようになったはずです。それからですね、あと大きな変更点はね、海賊船母艦が出た。とてつもなくなんか強そうな海賊船母艦が出ました。この2つかな、大きな変更点。特にマルチツールを売れるようになったっていうのがいいね。今までマルチツール売れなくてね、交換ばっかりだったから、もうどん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 いらないマルチツール取って売っ払ってということが可能になりましたね。その2つぐらいかな。まああとはもちろんあのこの、第4番目の種族オートファージっていうのが出たっていう、それがこのゲームの中でどういうあの存在になるかはちょっとまだ分かりませんけどね。なんでこれ墜落船みたいなの持ってるの、探してんだ。今推定位置か、これか。俺なんで墜落船探ししてんだろう、そんな記憶がないんですけど。不思議だな。1万ユニット単位の宇宙船の部品を、これのことか、回収する。建築物を再構築する。目的の回収現場に到着したら墜落船の所有権を取得して必要な修理が入る。ああそうか、これ取って必要な修理、必要な修理ね。はい、あ、受け取るにしてはい、必要な修理して、これだな。これだけで十分っしょ。攻撃されるとは思えないし。でステーションに行けんでしょう。これであれですね、ステーションであのマルチツール売れるかどうかが分かるわけですね。どこだ、ここだ。海賊船に出会わなきゃな。
あれ、宇宙船のサルベージだけだな。あれ、筒のサルベージできないな。ないね。おかしいな、丸筒。お、なんだこれ、ん、どこだこれ、この中、それとも星の方かな。あ、星の方だね、多分ね。うん、あの星だ。見てるやつどこだ。あれ、いないぞ。開いた。渡す。はい。超伝導体、はい、持ってるよ。超伝導体はね、あれ持ってたんじゃなかったっけ。ほらほら、あ、違うんちゃ、違うんちゃ。超伝導体ってなんだっけ。あ、あ、これか。簡単じゃん。ほいっとできた。あれ、変なの。
これ。はあ、はははははこういうマルチツールなわけ。はあ、面白い。まあもらうでしょうな。へえ。だな、本当に。まだ全然買えないんだね、これね。なるほどね。あ、まだ喋れる。ちょっと眠くなったし寝るかな。隠れたゲートウェイを探す。オートファジーキャンプを探す。さて、寝ます。眠い。